はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。来ましたね、極武士ニャン、極妖怪ですよ。 SSS ランクの勇ましい族、すげえな。そして特殊能力持ち妖怪がラスト武士王とド S カリバー、9倍と8倍、すげえな。これね、なんとしても引きたいんだよね、 SS ランクのラスト武士王。そして魔導もアイゼル S ランク、ラスト武将が 1.7%、 そしてマドモアイゼルが 2.5%、 出現率アップ中ということで、これね、イベントのこの開始の時にね、この特殊能力持ち妖怪引けるか引けないかでだいぶ変わってきます。ついさっきまでね、ワイポイント稼ぎやってましたよ。おかげでね、ドラゴンナイトビネガーだ、もう技レベルね相当上がりました。あー、金がね、マジやべえな。これもうね、一応ね、100連回せるかな、ちょっと100連は無理かなっていうぐらいな感じです。ワイポイント的にはもうこれで引けなかったら爆死ということで、やべえ。 B ランク、 A ランク、これね、金の玉以外からでも出るんで油断できませんよ。わかんない、最近ね結構ガシャ運いいんですよね。まあほぼほぼね、まあ10連20連30連あたりでね、あ、来たぜゴールドのウィスパー特殊能力持ち妖怪引けてるんで、まあ今回もねそんな感じで引けるといいけども、どうだろうね、こればっかりは。 B ランクかい。まあでも厳しいね。今回とりあえずガシャに追加されたのはラスト武士王とマドモアイゼルだよね。もうこの2点引きですよね。特にラスト武士王、まあでも最悪、さあお願いします。あー、止まらない、これ止まらないとダメなんだよね。とりあえずでもマドモアイゼルが引ければで、イベント終盤にまあレベル6、7あたりのね、極武士倒す時までにラスト武士を引ければまあいいかなっていうのはありますけども、まあ今 1.7% なんで、多分ね超アップとか 2%、 今までの経験上 2.1% とかでね多分来るんで、まあでも 1.7 も 2.1 も変わんないかな。まあでもアシュラとかなんて 0.4% とかなんでね、これはほぼほぼ出ない。お、止まった、来たか、来たぜラスト武士をゲットです。とりあえずは特殊能力持ち妖怪1体、いい感じですね。あとはマドモアイゼルもしくはラスト武士を、やっぱり技レベルね上げたいんで2体目3体目と引けたらいいかな。おっと、これは、お、また止まった、ここで引き換え、お、アンコールデッド、これは新妖怪ではないよね。なんだなんだこいつ、よくわかりませんが、まあまあいいでしょう、持ってない S ランク、まあよくわかんない、なんなんでしょうね。さあまだね、マドモアイゼルが出てないんでちょっと引いていきましょうか。まあここでやめてもいいって言えばいいんだけど、とりあえずラスト武士用があればなんとかイベントは走れるかなっていう。まあでももう少し引いてみようか、さすがに別にまだワイポイントあるんで、ここでやめなくても、まあ 2.5% なんでこっちの方が出やすくね、わかんないけど、意外とここでハマって爆死したりしてね、わかんない、なんだこれ、A ランク B ランクばっかかい、厳しいね。さあ行くぜ、まだ2万8000ポイントあります。まあでもこんなのすぐなんだよな、ハマるとすぐです。確かね、特殊能力持ち妖怪のもう一方の方
ドエスカリバーが Y ポイント交換で3200ポイントなんで、まあとりあえず3200は取っておきたいよな。まあでもイベント終盤までに貯まればいいんで、とりあえずまあ全部爆死して回しちゃうっていう手もありってやありだけど。おお、ラストブッシュ王来た。おお、ラストブッシュ王来た。なんこれ。まあ嬉しいけど、マドモアイゼル来てくれよ。ラストブッシュ王って安いのか。1.7% よくわかんない。もうほんとね、転がしよくわかんないんだよね。まあいいや、とりあえずもうラストブッシュ王もうどんどん出てほしいね、この感じで。でもうマドモアイゼルも出まくってほしい。さあどうだ。なんか S ランクが出ないもんな。もう A ランク B ランク A ランク B ランクは厳しいな。もしくはね、フブキちゃんとかね、いいよね。 SS ランクアシュラとかね、覚醒土蜘蛛も、まあ S ランクのね、生ハゲとかもね結構使えるんでいいですけども。さあ今回も極武士にゃんに獲得 Y ポイントアップの特殊能力がついてますね。なので早めにね、極武士にゃんゲットできればいいかなと思いますけども、まあなかなかでも難しいんだろうな。さああそこに金の玉1個あるね。あそこからマドモアイゼル来て、おっとパスが来たぜ。これはなんだ、キラコマか、わかんねえ。まあ、パス系もねいいよね。さあ来い。お、止まった。マジか。お、来たぜマドモアイゼル。オッケーでしょ。見た目はね微妙だけど、まだあそこに金の玉が1個残ってんだよね。ラスブシ違う。さあとりあえずね、特殊能力持ちようかゲットできたんで進めていきましょう。さあまずはね、鎧さんは仲間にしたいんで夏希パーティーでいきます。この鎧さんも面白いよね。これもちょっと何体か落として技レベル上げてイベントでね使っていきたいなと思います。 D ランク。さあ鉱物与えます。そしてもう僕の持っている夏希のオールベストメンバーでいきます。ジェントルメン、そしてチョコリーナ使っていきます。 SS ランクの夏希は強力です。そしてお坊ちゃま。さあイケメン剣。確かね、まあ、いつもの感じから言うと一番最初のステージは正直夏希とかかけなくても鉱物も与えなくても落ちるんですよ。なぜかそういう風にできてる、まあ、僕の経験だけどね。まあご祝儀ステージなんで、ここはまあプレゼント、運営からのプレゼントという感じでしょうよ。かとか言ってて落ちない可能性もあるけどね。これ鎧さんなんか頭ないよね。頭が兜さんなのかい。さあフィニッシュ。おー来たぜ。なんか変なプニーだな。さあそして初回クリア300Yマネー。おお、鎧さん友達になりました。 D ランク豪傑ですね。お、兜さんが出現しました。さあやっていきましょうか。特殊能力持ち妖怪使っていきます。さあ普通でバトルでいいでしょう。まだ最初だからね、ここはそんなに大丈夫です。まずは鎧さんいきます。さあ鎧さんのね威力見たいよね。もう弾きバトルはね説明はいらないでしょう。さあ僕はねタッチペンと物差しを使ってやります。おいい感じ。お、一気にいったぜ。もうあと一撃。さあマドモアイゼル
カブトさんとのおはじきバトルでダメージアップ16倍。すげえな、16倍だよ。おーっと、一気にいたぜ、551。余裕です。さあレベルもね上げていきます。そしてまずは1回目、32ポイント。ワイポイント結構稼げるぞ。そしてご褒美がもらえる。なるほど。さあおこむしゃいきます。メンバーはね、鎧さん中央消し、そしてマドモアイゼルが単体攻撃プラス回復ですね。そしてラストブ仕様が攻撃力アップ、そしてダメージカット。これさ、なんか使えるよね、強敵相手に。そしてスキルがあります。自身の妖怪プニの代わりにボーナス玉が降ってくる 5%。 そしてアンコールデッドがダメージカットですね。そしてマヨネ使っていきます。さあこんなパーティーでいきましょう。ラスト武士用、なんか顔が怖いよね、顔が。何なんだこれ。今回 SS ランクの勇ましで来ましたね。 SSS ランクは極武士1体だけなのか、まあ、まだ分かんないね。途中で乱入してくるあの覚醒プニニャン枠がねあるかもしんないからね、わかんないけど。さあフィーバータイム目指して技ゲージ貯めていきましょう。さあ行くぜ。そしてラスト武将、攻撃力アップ、ダメージカット。鎧さん、さあこれワンフィーバーでいけるかな。マヨネが溜まってねえぞ。そしてマヨネ、さあフィニッシュ、いきましたね。ラスト武士王が強えな、まあ SS なんでね。そして97ワインマネー、一玉ゲットです。おう、カブトさん出現。レベル2ですね、200まで上がっています。さあ行きましょう。さあ皆さんはね、ガシャ何が出ましたでしょうか。またねコメント欄で教えてください。どうなんだろう、もうみんなおはじきバトルは慣れたもんですかね。もしくはなんか最近プニプニ始めた方でおはじきバトル初めてというね人もいるんじゃないかと思います。どうなんだろうね、これ指でやる方がいいのか、タッチペン使ってやるのがいいのか。なんか指でおはじきやるとブレるんだよね、なかなか。まあうまくやればいけるんだろうけど、なんかねまっすぐがねブレるんだよ。さあラストブシを強えな。さあ上限は解放しておきます。さあカブトさん、まあ、まだレベル2だからね、これがもう30レベル40とか上がっていくとさ相当強くなってきます。レベル50、いやもっとあるのかな。お、ごくブシニャン来たぜ。いきなりレベル1から1800もあるぞ。そして制限時間が30分。さあここは特殊能力持ち妖怪と極武士が勇ましなんで、薄ら影不気味で受けるのが多分いいよね。極オロチとか結構いいんじゃね、 SSS ランク。さあこれでいこうか。お、見当たらない。あ、友達が勝利しました、ありがとうございます。おう、30ポイント。さあそれではステージ3進めていきます。結構こんな時間でもフレンドやってますね。やっぱみんな新しいイベントはもう待っていたっていう感じでしょうかね。もう午前0時回った瞬間にみんなガ
箇所回してイベント始めてるっていう感じでしょうか。まあでも極武士ゲットまでは先が長いからな。とにかくひたすらを弾き倒していかないといけない。まあでもスタミナ制なんでなかなかね、まあイベント期間2週間たっぷりあるんで、まあ焦る必要はないでしょう。まだ今始まったばっかだから。このラストブシをこのギミックがかっこいいよね。さあワンフィーバーでいけるかな。今回いきなりラストブシを3体出たんで何なんだ。さあマヨネ、さあフィニッシュ。そして103ワインマネーキュウリゲットです。さあまずはねレベル上げて育てていきます。おお、またカブトさん出現。結構出るね。もちろん倒しましょう。結構出るね。さあでもスタミナがな。さあ今ミッションが出ていますね。これねミッションをクリアすると一気にボーナスがつくんで、もうミッションクリアを目指しておはじきやっていきます。おいい感じ。あー若干それた。ミッションクリアです。おー一気にいったぜ。そしてラスト武将、これは特殊能力カブトさんとのおはじきバトルでダメージ9倍。あー若干ミスったけど、おー一気にいった。すげえ特殊能力持ち妖怪、すげえ。そして46ワインマネー、すげえな。やっぱ特殊能力持ち妖怪すげえ。さあカブトさんレベル3倒しました。そして29ポイント。おドキドキコイン、これは嬉しい。